始まりました少量チャンネルの翔太です。こんばんは。今日はですね、僕の休みの一日を撮っていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、りょうさんがいないとき、翔太は何してるのかなとか、そういうのを撮れればなと思ってます。で、最後の方、夜ご飯一緒にりょうさんと食べるので、それまでちょっとお待ちください。で、今日なんですけども、美容院を予約してるので、今から向かいたいと思います。で、今日ちょっと結構時間が迫ってるので、もう向かいたいと思います。それでは、レッツゴー!帰ってきました。どうだろう、あんま変わってないと思いますいつもあんまり変化ないって言われるんですよね。で、今の時刻が12時なんですけど、今からご飯を作って食べていきたいと思います。ちなみに髪がこんな感じです。まああんまり変わってないかな、いつも通りだと思います。で、一人でいる時はだいたい自分で作って食べたりしてます。外で食べに行くことはあんまり一人の時はないかなと思って、りょうさんがいる時はご飯食べに行ったりはするんですけど、で、今日作るのは生春巻きを作ろうと思ってて、昨日の夜からめちゃくちゃ食いたかったので今回作ろうと思います。まあ作ってるところはいいかな、そこまでうまいわけではないので、まあそれを食べていこうと思います。よし、こんな感じで生春巻き完成しました。もう生春巻きってめちゃくちゃ簡単なんですよ。もう巻くだけでいいからだからこれをで、昨日結構ちょっとお酒飲みすぎてちょっと二日酔い気味でもあるので、僕はこのぐらいで大丈夫です。で、これを食べていきたいと思います。で、大体まあこのぐらいの時間帯でご飯食べたりしてます。じゃあいただきます。で、ご飯食べてるときはだいたい YouTube を見てます。で、この後編集をしようと思ってるんですけど、その前になんか他の方の YouTube を見て気持ちを高めたりとか、だいたい編集とか撮影の前は必ず YouTube 見て気持ちを高めて、さ、やろうっていう感じで僕は始めてたりはしてます。編集するときなんですけど、僕はだいたい横になりながら編集するのが一番好きです、まあ、たまにそのまま横になって寝ちゃうこともあるんですけど、まあそれはそれでいいかなとか思いつつ、ちゃんと早くやんなきゃなとか思いつつやってます。前とかはなんか椅子に座ってやってたりしたんですけど、なんかもう途中でだらけてきちゃって横になりながらやった方がスムーズだったので、もう今は完全にベッドに横になって編集することがほとんどです。自分を甘えながらやってますさあ始まりました、少量チャンネル、ショタです。りょうです。僕はあんまり集中力がないので、なんか結構編集して遊んで編集して遊んでっていう感じでやってます。結局ですね、時間経っちゃうと YouTube また見始めちゃいます。なかなか終わらないまあでもこんな感じでのんびり しつつ YouTube の編集したりとかっていう時間が好きです。だいたい始めたらその日に全部終わらせたいので、ちょっと長時間にはなるんですけど完成させようと思ってます毎回だいたいこのベッドにずっといます基本ベッドから出たくないんですよ。なんかこうやって休みの日とかにこうやってぼーっと風に吹かれながら休むのがちょうど好きで、この時間が一番好きです。なんかあんまりその
あの蛍光灯とかも苦手なので、実際僕ちょっと明るい部屋があんまり苦手なんですけど、なのでこういうライトとか焚いて暮らすのが、過ごすのが一番好きですね。で、こういう時間もだいたい YouTube 見てます気づけばもうすぐ18時になるんですけど、だいたい18時頃ってその YouTuber さんがあの動画上げるじゃないですか。でそれを僕もちょっと楽しみにしてて、その18時から20時ぐらいまでなんかどんどん上げていくじゃないですか。それを楽しみにしてます、休みの日は MacBook が充電切れたので、ちょっと休ませてます。で、まあ大体、あの僕はですね、その、一人の時はほとんど家から本当に出なくて、ここ遊びに行きたいっていうのがほとんどないんですけど、まあでも、一緒にデートとか、そういうのは好きなので、ここに行こうって言われたら行くしっていう感じですかね。なんか以前、あの、インスタで、どういう企画やっていいですかっていう話をした時にですね、あのディズニーとか行かないんですかっていうコメントがあって、それは行きたいと思ってて、あの制服着て、二人とも制服きついかなわかんない、りょうさんは先生役とかして制服でディズニー行ってみたいなって、ちょっとやってみたいなっていう気持ちはあります流石にこんな暗くなっちゃったんで、あ、ダメだねこんな暗くなっちゃったんですけど、もうりょうさんの帰りを待つ時間ですね。あとはで、普段はお掃除は基本僕がやってます。まあなんか綺麗好きにしたいので、ちょっと家がちょっと汚いとなんか何もやる気出なかったりするので、僕が掃除をしてます。で大体床掃除とトイレ、お風呂を全部やっていこうと思います。基本なんか掃除はなんかまあやりたい方がやればいいぐらいで考えてて、で僕は掃除が好きなので結構綺麗にしてたいなっていう感じなので、めちゃくちゃやっちゃいます。ちょっとだいぶのんびりしちゃいましたもう今9時なんですけど、もうすぐりょうちゃんが帰ってくるのでお迎えに駅まで行こうと思います。じゃあそれでは行ってきます。おかえり。カメラあるんですけど。一緒にご飯作って食べようかなって思ったんですけど、食べてきちゃいました結局ね。うん、おかえり。ただいま。あー、お腹いっぱい。ゆっくりしよう。これからは僕らの時間なので、今回はここまでにしようと思いますもしよかったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。高評価絶対押してください。では、また。バイバイ。